はい、じゃあ今日は立キャドから 3D プリンターに出力するというちょっと流れをざっとやってみたいと思います。ちょっとサンプルとして今立キャドにカーポート一つ置いてみた状態です。 3D で見るとこんな感じです。ぐるぐる、これをちょっと 3D プリンターで出力してみたいと思うんですけども、これいきなり出力すると3D プリンターのタイプによっては綺麗に出ないんですね。で、今回これをフラットな屋根と柱を全部こうフラットにこう倒した状態で、すると割と綺麗に 3D プリンターで出せるので、ちょっとそれを工程をちょっとざっとやってみたいと思います。まずこちらをモルフに変換します。でモルフに変換するとこう屋根と柱とはこうバラバラにこう分解される状態になります。これで今柱が2本倒れました。ちょっと平面に戻って位置を整えましょうか。なるべくこう無駄なスペースがない方が綺麗に出せるので、こんな感じで、でここからプリン、あの 3D プリンターの、まあ、一般的なファイル形式で STL っていうのがあるんですけども、でけどそのままそのここの 3D から名前つけて保存で STL っていうファイル形式で出力することができます。これでそのまま出力で出力するときに、まあ、3D プリンターで印刷するのにどの大きさでやります、101です、51ですって縮尺を決めれますね。今回ちょっと51というので出力を行います。でこれを、まあ、3D プリンターの専用ソフトなんですけども、それで開くとこんな感じで取り込むことができます。でここから 3D プリンターに出力し、印刷ってかけるとこれがこうモデルとしてチクチク作られると。で3つのパーツを組み合わせるとこんな感じで実際のカーポートモデルが 3D プリンターで表現できるということはできます。はい、先ほど 3D プリンターで作ったカーポートこんな感じで出来上がってるんですけど、はい、割と綺麗に出来上がってます。でこれに足の下にこうマグネット接着剤でつけてみました。これネオジウム磁石って言ってネットで30円、1個30円ぐらいで売ってるやつなんですけど、非常にこう磁力が高い永久磁石ですね。これをこうつけるとどうなるかというと、ここにあるホワイトボードとかにビチッと自立するんです。カーポート立ちます。非常にこう吸着感がいいんです。バチッと、はい、このちなみにホワイトボードは A3 サイズ、A3 サイズ白い、 Amazon で1000円ぐらいで売ってるやつです。でさらにリックキャドでカラー平面図をこう51で出力する、まあだいたい13、間口13メートルぐらいの戸建てだったら、まあこんな感じで入る感じですね。でもちろんこれ磁石なんで、いろんなところにちょっと横1台ちょっとアプローチ横にこう立ててみたりと、はい、まあ多分オーソドックスにはこの辺ですかね。こんな感じで、まあ、こう図面上にこう自由な位置にこう立体物を置けるっていいと思いますね。でこれだけちょっと寂しいんで、例えばなんですけど、この楽天で買った車だったりこう人物だったりこういうのも500円ぐらいで売ってるんですけども、これもスケール51で、カーポートとスケール合わせればこんな感じで車と人物のこうイメージをこう表現したりなんかすることができるんですね。